寒くなってきました。一応オーブンで一度もう一度焼き直して食べてみます。通常の食パンよりもこういう風にした方がすごいなんか甘さがすごい甘い、あのテーブルパンっていうのこれみたくなっちゃってますね。すごくあのレーズンの甘さが、レーズン入れるときはやっぱり蜂蜜の量を減らしてもいいかもしれないですね。一応は最初 28g を 25g にしたんですけども、でも私は甘いパンが好きなんで、これはこれで美味しいんですけども、もう一つはこのところに卵黄のあれを塗ったんですけども、その時にちょっと時間がちょっと経った卵黄を塗っちゃったんで、その部分がちょっとなんかあんまりよくできませんでしたね。でもこれはそうだ、レーズンじゃないんですよ。レーズンとなんかいろんなもの混ざったやつを入れたんですね。雪がたくさん降って大変な一日になりそうですね。レーズンっていうか、その入れたのは相当甘いんだね。美味しくできました。WT さんのレシピをベースにしていろんなパンが作れると思いますので、今後もいろんなパンを作っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。あ、寒い、紅茶が美味しい。年末も今年もあと3日、皆さん良いお年をお迎えください。ちょっとまだ早いですけど、あと3本ぐらい作る予定なんですけど、いろいろ試作とかも作ってるんですけど、なかなかうまくいかなくてあのパウンドケーキみたいなやつも作ってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。動画にしたら成功したということを何本か何個か作ってみて成功したということであげますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。皆さん、紅茶が美味しい。